何やら話せばいいやら、とりあえず書き溜めた分は投下したいと思ってる。途中で終わったらごめん。毎年今の時期はまともに寝れないんだ。俺と嫁の出会いは、嫁17歳、高校2年生。俺は21歳の大工だった。俺は訳があって高校を卒業と同時に地元を離れた。田舎暮らしに憧れてたわけじゃないけど、都会に行くつもりはなかった。そんな中で田舎の女子高生と付き合うことになった俺。ある時、明日はお弁当を作って持っていくから、お昼休みは現場で待っててくれと言われた。セーラー服を着た女子高生がやってきた。その子は我が家のように詰所の戸を全開にして勢いよく入ってきた。大工なんで男ばっかりの職場なのに。はい、これお弁当ね。俺にお弁当を渡すとスタスタと帰っていった。その日から俺のあだ名はロリコンになった。嫁が高校卒業する前に種をつけてしまった。嫁は絶対産む、最悪学校は辞めると言い出した。そうもいかないので嫁父嫁母に挨拶と同時に謝罪に行った。当然のように家にはあげてもらえず庭で謝ってた。嫁父は難しそうな顔をするだけで一言も発しなかった。代わりに嫁母にスコップで頭をかち割られた。俺の頭から血が噴出してるのを見て少し冷静になった嫁母。娘ともども顔も見たくないと言われて、嫁は泣きながら玄関の戸にキックしてこけたね。高校卒業はできたけど妊娠の関係で嫁は卒業式に出れなかった。嫁が卒業と同時に嫁実家の方へ二人で土下座して3日粘って結婚の承諾をなんとかもらったよね。二度と来るなってきついこと言われてお前泣いたよね。俺が悪い。お前の高校卒業まで待てなかった俺が悪いよね。娘が生まれたね。宝物がまた一つ増えたね。翌年、息子が生まれたね。二人の宝物はまた増えたね。土曜日の夜に行くびっくりドンキーを嫁は何より楽しみにしてたね。深夜のファミレスで嫁は三人目頑張っちゃうって楽しそうに語ったよね。首が座ってない子供を俺はビビって抱けないと言ったね。お前は優しく抱き方教えてくれたよね。息子が生まれつきのアトピー性皮膚炎と喘息持ちを知った時に二人で落胆したよね。息子の顔が嫁にそっくりで娘はかわいそうに俺に似ちゃったね。ある日お前とエッチした時にお前の父にしこりのようなものがあったよね。俺は乳がんとかあるから病院へ行けって言ったよね。嫁は二十歳の時に乳がんの検診に行ったらおっぱいちぎれるかと思った。めっちゃ痛いから絶対病院に行かないとダダをこねたね。あの時殴ってでも行かせてたらよかったよ。あの時のこと嫁よ、俺の人生で一番悔いてるよ。20年経ったね。今年も忘れられない日がもう明日だよ。20年前に嫁は9月30日に亡くなった。享年23歳。あまりにも早く行ってしまった。癌だった。乳癌で病院に行った時は全身に転移があり、手遅れの状態だった。ステージ4、末期癌だ。医者に俺だけ呼ばれ告知をするかどうか、事務的に淡々と聞いてきたよ。余命3ヶ月だって言われた時は涙も出なかったよ。俺の視界がすべて真っ白になり、何も見えず何も聞こえなかったよ。数時間経って少し視界が開けてから、俺の口から嫁に告知をして、義父と義母にも事情を説明した。入院からわずか1ヶ月で先行くなよ。順番からしても俺の方が先に行くべきだろう。お前が亡くなる一週間前だったよね。子供とお前と俺でお前の大好きなびっくりドンキーに行ったよね。大好きなあそこでも一口しかお前食べれなかったよね。息子が喜んで嫁にあーんしてもらってたよね。
俺も食べる気になれず、娘が俺の分も食べたよね。2時間の外出許可を半ば強引に俺が取り付けたよね。医者も今は奥さんとの時間を1分でも大事にしてくださいって言ってたよね。その後は粛々と葬儀が進んだよね。嫁は綺麗な顔して生きてるみたいな顔してたよね。なんで白い布なんて顔にかけてるんだよ嫁。返事してくれよ嫁。口汚く嫁を罵った嫁の母は泣き崩れてたよ。親より先に行くなーって見ていられなかったよ。嫁の父は気丈に振る舞っていたが、お葬式の最中に倒れたよ。貧血だったみたいだよ。娘はママがいないしおかしいと感じ取って泣くから、息子もつられて大泣きだったよ。俺だって泣きたかったよ。でも俺が泣いたら誰が嫁を見送ってやれるんだよ。そう思って唇を噛んで血を流してお前を送ったよ。嫁、帰ってきてくれよ。お待たせ、言って。20年待ったけど怒らないから、ずっと大事にするから。俺は情けない男だ。20年経っても嫁を忘れられない。嫁は亡くなる3日前の日付で俺宛て、嫁父宛て、嫁母宛て、娘宛て、息子宛てに遺書を残しています。子供が高校を卒業したら、子供に見てほしい手紙がある。それまでは俺が預かっておいてね。今にも消え入りそうな嫁の声。俺は嫁から日付のない4枚の便箋を預かった。嫁が亡くなった9月30日だった。私が死んだら素敵な人探してね。子供に理解のある人がいいな。かすかに聞こえるか聞こえない程度の声。もう嫁の体力は限界でした。嫁の手を握っていた俺の手に力が入る。俺の嫁になってくれる物好きはお前くらいだわ。俺はそう言って涙を流しながら無理に笑った。情けないが涙をこらえることはできなかった。この時嫁はベッドで寝返りを打つことも困難な状況でした。俺の泣き顔を見て、嫁は聞こえるか、聞こえないか程度の声量で。ごめんね、ごめんね。また家族で、びっくりドンキー、行きたいね。それが嫁の最後の言葉になりました。遺書は後で書きますが、書けたらにしておきますね。その後、嫁地元で大工を続けるの困難となり、俺地元で再就職先を探す間、俺実家に世話になりました。その後も実家には随分子供のことで迷惑かけました。嫁地元にいたかったんですが、大工は日曜しか休めないし、土曜保育は頼めたけど祝日が休めない。朝は早いので子供の保育園の送迎の問題が一番でした。義実家にはお前のせいで娘が死んだ。人殺し。そう言われ続けました。数年ぶりに地元に戻ってなんとか、父子家庭に理解のある会社に勤めました。地元の小さな商社の営業なんですが、社長には19年続けてる今でも頭が下がりっぱなしです。本当に子供との生活を中心に、俺が仕事できるように配慮してくれました。リーダー、主任、係長、課長と、大学も出てない俺が現在課長にまで慣れてます。最初は畑違いの仕事に戸惑い、ミスをよくしてました。今でもあまり得意ではありませんが、PC が最大の敵でした。商社で3年勤めてリーダーになった頃に、借家から大工の時に貯めていた分とローンで、今の 3LDK の分譲マンションに引っ越しました。娘も息子も少しの反抗期は正直ありました。母がいないってのは子供も辛いこととは思いますが、その件で俺は子供を甘やかしたことが一度もありません。父さんの作る出来の悪い弁当にも不満があったでしょう。娘は小6で生理来た時、俺に相談できなくて不満もあったでしょう。妹から珍しく電話があり、娘の生理の件で怒られました。
ナープキンとかいろいろ買うものあるから、お兄は金だけ出してくれたらいい。明日娘ちゃんと買い物行くからな。口の悪い妹に感謝しました。男親はこういう時どうしていいかわからないですよね。娘は俺妹に電話してどうすればいいのかを優しく教えてもらったと後から娘に聞きました。夜中にこっそりマンションから娘が家でもどきをした時には逆に締め出して家に入れなかったこともあります。都会すぎず田舎すぎずが俺の地元なんですが、母がいないことによって子供がいじめを受けたりとかはありませんでした。社長の善意で子供のイベントの時は有給ではなくて特別休暇って形で休みをいただきました。授業参観、進路相談、親子遠足、運動会、夏休み中の部活の持ち回り送迎、数えきれないくらい子供のイベントはあります。小さな会社で余裕あるわけでもないのに、すべて言ってやれの一言で子供のイベントに関しては何年も特別休暇扱いにしてくれた社長です。俺がクビになるまでは一生ついていくつもりです。父として子供に尊敬されようとは思ってません。なんとか子供二人を大学まで行かせて、娘が結婚するまでは死ねない。それだけを考えて正直無理をしてた時期もありました。小さな病気を無視してると大病を招くというか、嫁も俺の親指の爪くらいのポリープからでした。俺も嫁が亡くなってから大きな入院をしました。生死をさまよう大きな病でした。3日も意識不明で、俺父母も諦めたと言ってました。俺は嫁のもとへ旅立つことなく、なんとか現世に足をとどめました。今でも後遺症はありますが、働くのにはさほど影響ありません。娘が高校を卒業して大学入学の準備期間に娘の母に託された手紙を出した息子には、1年早いが受け取りなさい、そう言って大事に大事に預かっていたあの手紙を二人に渡した。娘も息子も大泣きだった。正直俺も泣いてしまって、お隣さんはうるさいと思ったかもしれないくらい三人で泣いた。一流大学を出たわけでもない俺がどうやって子供二人も大学に行かせたのか。全くもって俺の力ではない。嫁の遺産でした。俺宛ての遺書の中身を一部抜粋します。もうダメかな。ペン持つ力も入らないや。俺と一緒になれて短い間だったけど、私本当に幸せでした。ハートマーク。まだまだ手のかかる子供を二人も置いて、先に旅立つのは苦しいけど、子供のことは俺にすべて任せます。こういう話俺は嫌いだと思うけど、私の生命保険で娘ちゃんと息子くんを大学まで行かせてあげてください。先に旅立つだけだよ。俺を60年でも70年でも100年でも待ってるね、まるまる子。達筆だった嫁の字とは思えないくらいの字だった。娘が大学2年の頃から付き合ってる真面目そうな彼氏くんが、今年の7月に娘と彼氏くんとで我が家にやってきて、結婚を前提にしたお付き合いをしてると言ってきた。彼氏くんが婚約を許可してほしいと願い出てきた。安心した。やっと嫁との約束を果たし、俺が勝手に背負っただけかもしれないが、娘の結婚式がもうすぐそこだ。娘よ、幸せになってくれよ。娘よ、乳がんの検診だけは絶対に怠るなよ。彼氏くん、いや、もう娘、旦那くんだね。娘を幸せにしてやってくれよ。嫁よ、もう嫁より娘は年上だよ。息子は新社会人1年生です。娘はストレートに言ったんですが、息子くんは一浪してます。寮があるということで、俺のマンションからは出て、一人暮らしを頑張ってるようです。息子が家を出るときにかっこいいこと言ってました。いつまでも父さんに面倒見てもらうわけにはいかないからね。そのうち父さんを俺が面倒見てやるよ。その意気込みはいいんだけど続くかな。息子よ、まだまだお前には負けんぞ。
嫁よ、もう嫁より息子は年上だよ。義実家のことは、正直書くか迷ったけど、俺実家のことと同じく書いてみます。義母は、嫁が亡くなった後、精神病院に入院し、娘の後を追うように、嫁が亡くなった4年後、亡くなってしまいました。死因は心筋梗塞でした。義父は義母が亡くなったことで、だいぶ精神的に疲れてしまったのか、廃人のような生活の中、俺嫁が亡くなった10年後に亡くなりました。俺家の両親は、二人ともしぶとく健在です。俺母は、俺と同じことを言ってます。孫娘の結婚式に出席するまでは死ねないって。女孫は、妹のとこにもいるから、あと何年頑張るんだか。義実家には義母が亡くなった後、子供を義父に何度か見せに行きました。孫を見て少しでも元気になってくれればと、荒ぶる生活をしていたので、子供も〇〇のじいちゃんとこは怖いから行きたくない。そんなことを言い出してしまってからは疎遠です。義実家の親戚の方からの連絡で、義父が亡くなったことを知りました。亡くなった原因はわかりませんが、個人の名誉もあるので、自殺ではなかったらしいです。嫁家は一人娘でした。俺家は三人兄弟で、妹が二人いて、二人とも結婚して離婚してますが、子供がいるので、妹の子供で一番大きいのが16歳。俺は娘がもう25歳に、息子が24歳になるので、俺母は大変だったでしょうね。息子もアトピー性皮膚炎も喘息も何のその。中高とバレー部で毎日青春してました。大学では俺みたいな PC 音痴にはわからないようなロボットを動かすプログラミング、そんなサークルに入って日々活動してました。在学中バイト先のミクちゃんに告白するかどうか父に相談するようじゃ、息子まだまだだな。バカもありますが、あれだけのイケメン。放っておいても結婚したくなるような女性ができると思います。娘の結婚式をお祝いできて、俺家の親孝行だけできれば、俺としてはもう思い残すことは何一つないです。明日は、で、もう明けて今日か。毎年欠かしたことがない嫁の地元に行き、嫁のお墓をきれいに掃除してから、嫁の前で医者に止められてる酒を、紅葉を夫婦水入らずで眺め、ゆっくり飲む。嫁は生前からお酒よりジュースだったので、嫁が大好きだったコーラとコンビニので申し訳ないが、チーズが入ったハンバーグをお供えする。嫁よ、今年は語り合うことが多い年になるな。嫁よ、お前が愛した子供は二人とも立派に育ったぞ。嫁よ、俺たち二人の子供は先に旅立ったお前に、俺が唯一誇れることだぞ。これで終わりです。明日までスレッドがあれば、質問あれば、答えられる範囲では答えます。涙目で、飛行機やら電車やらは乗れないので、シャワー浴びて清潔にして、年に一度の嫁とのデートしてきます。コメントありがとうございました。おつ、センシティブなことかもしれなくて申し訳ないが、再婚は考えているの？嫁さんは素敵な人見つけてねって言ってたと書いてあったが。全然センシティブでも何でもないですよ。嫁が亡くなって5、6年は俺のせいで、嫁は高校の卒業式にすら出れなかったとか、負い目のようなものありましたが、俺には20年経っても忘れられない女が嫁です。格好つけて負い目とか思ってただけで、今でも嫁が大好きです。再婚考えてない理由はそれだけですね。まだ子供が小さい時に会社の女の子とおばの持ってきたお見合いでちょっといろいろあったんですが、それはまた別の話ですね。現在は全く再婚は考えてません。俺には亡くなった嫁が最高の女だったので、嫁以上の女に出会ったことないです。さて、そろそろ出かける準備しますね。こんな明け方まで付き合ってくれた人には、なるべく質問には答えたいです。明日の夜まで失礼あれば、できるだけ答えたいと思ってます。返信ありがとう。今でも嫁さんが一番って言えるのはすごいな。
愛を感じる。そしてデート行ってらっしゃい。きっと嫁さんも待ってるはず。一のこれからの幸せを願ってるよ。朝からの間、今日は西日本でなければ、おおむね晴れっぽいね。ゆっくりデートできるかな。ああ、よかった。あなたは立派ないい父親だ。奥さんも娘さんも息子さんも、みんなあなたを誇りに思っているだろう。久しぶりにいい話で、自分の心に素敵な涙を流させてもらいました。ええ、話やった。朝から泣いてしまった。子供を残していくのは無念だったろうね。俺が親なら一生許せない。一人娘を未成年で妊娠させ殺したって思うだろう。美談にしてんじゃねえよ。自分の娘が同じことされたらどう思うよ。ただそのことと彼女が幸せだったかどうかはまた別問題だ。それとよく頑張った。それも事実だな。俺は高校生を妊娠させたりしない。否認ぐらいちゃんとしろや。でもそれはこんなに頑張れないからだとも思う。責任果たせた一を尊敬するよ。帰宅しました。無事にデート完了でした。残念ながら西日本でしたが、雨は降らずゆっくりできました。皆様ありがとうございます。いい話かは別として、やっと肩の荷が下りました。子供たちのことは嫁も天国で安心してくれてると思います。後書きではないんですが、もともとスレッド立てたのは、嫁が亡くなって20年経って、無事に娘と息子を大学まで出して、娘の婚約が決まり、堂々と天国にいる嫁への報告でした。嫁が亡くなった20年前には、インターネットはあったとは思いますが、俺も嫁もそのあたり疎く、PC も持っていませんでした。自分は字を書くことが苦手なのと、後遺症の関係で、手先が震えてうまく書けません。俺もここに書き込んで、嫁に伝わるかはわかりません。今の時代こんなのがあり、嫁と俺の馴れ初めなんかを誰かに見てもらえるんだよ。そう思って、スレッド立てさせてもらいました。多数のコメントありがとうございました。嫁は満足してるかわからないですが、俺は皆さんからいろいろな意見をもらえて、書き込んでよかったと思ってます。質問もなかったようですし、明日から俺も通常業務です。これにて失礼します。本当に多数のコメントありがとうございました。